画面の前の皆さん、君はモフモフが好きですか？どうも、ゆきと申します。今日はですね、バイオミュータントというゲームをやっていきたいと思います。まあ、どういうゲームかというと、オープンワールドで、この動物たちが主人公で、荒廃した世界で、生命の木っていうのがあるんですけども、それがなくなるとですね、世界が完全に終わってしまうと。で、その生命の木を壊そうとしている派と、まあ、僕たち側が、まあ、それを阻止しようとしている側っていう、まあ、大まかなお話で言うと、そんなお話のゲームです。はい。でね、サイフリークというね、職業でやってるんですが、何かというと、このゲームですね、近接で剣とかね、拳とか武器で戦うのと、銃で撃つのと、あと、再能力って言って、まあ、超能力で戦うっていう3種類があるんですけど、その超能力で戦うっていうのに特化したもので遊んでおります。だ知性がね、尋常じゃなく高くて、まあ、あとはね、ほとんど弱いっていう、まあ、再特化型ってやつなんだと思うんですけど、まあ、勝手にね、僕がそれにして遊んでるんですけど、これ僕のキャラですね。で、この今、チャグヤードというところをちょっとね、これ冒険したいと思うんで、ちょっと撮ってます。よろしくお願いします。お、なんか強そうなりますね。オープンワールドだからね、こうやってね、敵がいるんですよ、やっぱり。これ、草で見えない。ちょっと戦っていきましょうか、せっかくだしね。これ多分敵だと思うんですよね。敵ですね。で、まず銃でこうやって撃てるんですよ、こうやって。当たんね。銃で撃てるとこ、こうやって銃で撃っていくと。あ、いってっていって。回避。回避もあります、こうやって。ね。ローリング、どっち？はい。銃で撃って、銃で撃って、銃で撃って。はい。今はリロード中です。銃の敵がいますね。次は近接。はい。はい。はい。これ近接技ですね。僕はなんか右手にでかい、なんかね、パワードアーマー、パワードナックルみたいなの持ってるんですけど、これが僕の武器なんです。あれ？どこ行った？で、これが極めつけ、再能力です。これが僕の特化した能力なんで、非常に強いですね。再能力のダメージがすごいでかいっていう。あ、超？はい、OK。まあ、わかりやすいですよね。こんな感じのゲームです。はい。じゃあやっていきましょう。はい。再能力。再能力っていうのというか、あとはこう回避をしたりとか何するにも、気力っていうのが必要で、水色のメーターですね。水色のメーター。あれがね、気力と再能力のもうすべて、気力、再能力を使うのに使うなメーターです。なんか喋ってますけど、ナレーションは気にしないでください。このゲームよくナレーションを喋るんで。ナレーション切った方がいいのかな？で、今のこの火でね、ファイアーダッシュみたいなのも、これ再能力なんです。はい、はい、はい。これ強いでしょ？これ僕が再能力特化型からできる技です。超減るよね。やば、火だけで倒せんじゃないの？はい、はい。火をまとって、更新する動物。これ自分食らわないんで。危ない。あ、いて。気力なくなるとね、ローリングどっちもできなくなるんで、あんま減ってないのかな。いや、倒してるかわかんねえ。サイ。なんかね、これスターウォーズみたいでいいかなと思って、これ。そしてですね、この、極めつけはこの、毒。これがね、非常に効く。はい、はい。棒。いいっすね。ヒドゥンスライム。こういう技ですね。はい、はい。はい、ヒドゥンスライム。この鋼の拳出すの気にしないでください。これナレーションが喋ってます。痛い。再能力。はい。吹っ飛ばしてやれ。吹っ飛ばしてやれ。オッケー。はい。オッケー。なんかでかいのいます。お、なんだこのでかいやつ。なんだ。なんかミサイルみたいなの持ってる。おお。なんだこいつ。おお。自爆するために生まれたようなモンスターですね。ボンバボンカーはせわしなくドアをぶったたいている、うん、今がチャンスだ。これはボンバボンカーってでしょ。だから全然当たんないですね、弾が。 OK。 はい。再能力のいいとこ、これね、遠距離からね、的確に攻撃ができる。これが強いですね。はい。で、気力の回復がね、非常に早いんですよね、このキャラね。なので再特化型は非常に戦いやすいかもしれない。毒を撒いていきます。はい。毒。いいっすね。毒入ってる。意外と毒が強い。そして、ファイヤーダッシュ。はい。ファイヤーで燃やしていく。はい。はい。ファイヤーで燃やしていく。おー、スリップダメ。超入ってる。いいっすね。ファイヤー。ほっくっくっく。はい。強い。マジ才能力強い。最強。よし、じゃあ倒した。どでかいやつも余裕で倒していきますね。やはり才能力あると。OK。なんか取った。エネルギーパック中。おお、いいですね。なんだろう。なんか改造とかね、クラフトもできるんで、それ用でしょうね、多分ね。
暗闇では遠くが見えにくい。これチェックポイント、これはですね、チェックしておくとここにファストトラベルができると。おしっこを引っ掛けます。マーキングです。できました。 OK、 はい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 。どこ、なんか飛びました。いいですね。こっち行ってみましょうか。チェックポイントが出てるけど、ドアをこじ開ける。あ、あっち行くのかな。この箱はかつてチュガチュガの後についていた。あっち行くんですね。今は脱線している。よし、行こう、行きましょう。お、なんか NPC がいますね。お、 NPC じゃなかった。嘘、敵なのこれ。敵でしたね。なんか直してますね。ロケットを直してる。何なんだろう。はい、ファイヤー、ファイヤー、ファイヤー、オッケー、ファイヤー。めっちゃさすがに避けるか。はい、再能力で強すぎるだろ、再能力。 OK、 なんかね、フォースライトニングみたいな感じですね。お、なんだこれ。大丈夫だなこれ。何これ、何これ。お前は何でもできる。さて、空は限界だ。これを大地に持ち帰ろう。ちょっとやばいんだけど。全焼基地。お、ジャグニートライブ。でかっ、なんだこいつ。おお、これ味方のなんか軍勢なんですね。全焼基地を解放する時だ。おお、与えるダメージを最小限に抑える。全焼基地を解放する時、敵の隊長の居場所まで突き進むのだ。隊長、どれ、隊長と誰ですか。可能なら隊長を説得して全焼基地を放棄させ、なるほど、仲間に引き入れるのだ。なるほど、引き入れることもできちゃうと。ほう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 。こちらの準備が整えば彼らはいつでも全焼基地に突入できる。よし、行くぞ。正気は我らなり。全焼基地を取り戻しましょう。目指す方向に一歩ずつ進むたびに、はい、より、あ、ここも全焼基地だったのね。よし、全焼基地です。防衛網の一陣目だ。お、これを倒していくぞ。これを倒すことによって、我が軍はね、ジャグニトライブっていう、まあ、要するに生命の木を守る側ですね。よし、行け。しゃらっ、いてててててすいません、僕再能力に長けてますよ。はいはいはい、すごいよ。バンバンやってるから再能力でね、すごいからね。シューン、オッケー。はい、一人倒しました。はい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 、スーできない。もちろんもちろん。はい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 、オッケー。いてててていてててうわっ、危ない危ない。よいしょ。はい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 、再能力 OK。 強すぎ再能力。そいそいそい、よっしゃー、決まった。それはブームロバーだ。うわ、なんだ、なにこれ、なにこれ、これ何。あ、爆発する。これなんだ、どうやって壊すのこれ、どうやって壊すのこれ。壊し方が分かんない。どうやって壊すの、どうやって壊すのこれ。ブームロバー、これかな。ブームハットを破壊する、これだよね。できないよ。危ない、なんか出てるな。いてて、なんか表示が、いてててて、なんか表示が出てる。なんだ、はい、あ、こういうことね。返すのね。オッケーオッケーオッケー。はい、あ、シュースター。はい、よし。あの回転輪で排水管が動く仕組みだ。おお、なるほど。でこれで謎解きをして、パズルみたいなのをして、多分ね、この道が開くはずなんですね。よし、やっていくぞ。回転輪を回して排水管を開けるんだ。白、オレンジ、残りは数手だ。無駄に、できた、できたよ。危ない危ない、できてないかと思った。全てうまくいっている。よっしゃ。お、水の中から攻めていく感じでしょうか。よし、水の中から攻めていくぞ。さあ、みんな行くぞ。そっ、お、こっちかな。お、これを開けてあげるのかな。その調子、よし。お、捕虜がつか、捕虜が捕まってる。助っ人がいるぞ。お、助けた方がいいですね。戦力が多い方がマシだ。さあ行くぞ。よし来い。なんだなんだなんだ。
あう。コッパータッチ。はい。コッパー。コッパーため。どれ。再能力が貯めれるんで。ぬーん。はい。毒毒。毒を食らっていく。はい。はい。オッケー。んー、元気玉。よし、強い。元気玉。元気玉。はい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 。ボボボボボボ。オッケー。はい、はい、オッケー、殴っていく。よしよしよし、ここ開くぞ。お待たせ。え、どうすんのこれ。インタラクト。よいしょ、あったー、かわしたー。よし、ひどい仕打ちを受けてきたせいで、いつまで持つか不安だったそうだ。いつまで持つか不安。じゃあ休め。彼らを檻に閉じ込めた奴らに。わかった、休んでくれ。あー、こじ開ける。お、これ武器庫か。お、なんか入ってるぞ。なんだこれ、なんか取った。お、エクスターミノフラグラップスター。なんじゃこれ、強そうだな。装備してみよう。なんかこれ、ポイン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 、強いのかなこれ。いいっすね、これ使ってみましょう。新しい銃をゲットしました。ついでにこれを使っていきましょう。いかないですね。よし、こう、まあ、銃取っただけましたな。射撃の名手だ。足場が不安定なようだ。なるほど、足場を壊すのかな。射撃の名手、あいつの足場を崩せばこっちの勝利ってことが。危ない、スナイパーライフルが。赤い光線には近づかないように。スナイパーライフル、危ない。防衛網の二陣目だ。あ、危ない。しかも二陣目来てた。なるほど、狙撃してくると。足場が不安定、違うのかな。どうやって崩すんだろう。赤は危険を示す。危ない。ポンポンポン。あ、強い強い強い、これ、これ結構強いよ。元気玉、元気玉。再動力、元気玉強いですね。危ない、いって、なんかすげえ食らうんだけど。ポン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 銃強いな、意外と。ああ、意外といいヘリ、いいヘリ。オッケー。うーわお、いって、なんか射撃がさ、意外とさ、ボボボボボ、いてててて。はい、はい、オッケー。危ない、撃ってくる撃ってくる。んーやっ、ちょっ、よいしょー、よし、倒した。うわ、なんかでかいの出てきた。やばいぞ、なんか強そう。ラグビーカバーみたいな出てきたぞ。ちょっと待って、あの上をさ、こうなんか足場が、あー、なんかふわって出てる。どうすんだこれ、どうすんだどうすんだ。いやー、ちょっと敵の方行っちゃうな。これどうしたらいいんだろう。これを崩した。大打撃を与えて破壊することだ。そういうことね。こいつのなんかタックルを決めんじゃないのこれ。来た来た。よしよしよし。よし、いいぞいいぞいいぞ。あれ？何？バレルシュートだ。それを弾いてバレルを取り出せ。それからあれをゲートの方に弾いて発射するんだ。あれとかそれとかバレルとかシュートとか。どれ？これ？破裂したみたいだな。オキシセンサー。それを撃って破裂するのを見守るんだ。なるほどなるほど。だが近づきすぎるなよ。なるほどなるほど。これで爆発するってことね。大爆発を狙っていこうか。あれ、これ死んだの？あ、死んじゃったのこれ。何？なんだこれ、死んだのかこいつら。なんだよ。じゃこれは？これちょっと押せるのか。オッケーオッケーオッケー。これなんかここから出てくんじゃないの？出てこないのか。あ、でこれで壊すのか。なるほどな。お前ら下がった方がいいぞ。危ないぞ。危ない。はい、複雑だが試してみる。うーい、よいしょ。よし、入り込んだぞ。よし、入り込んだぞ。前哨基地はお前のトライブのものとなった。やった、え、もうクリア。やった。やった、前哨基地エリアが拡大しました。お前は彼らを弱々しくしたというが、これがね、敵なんですね。彼らは諦めないぞ。そう、これがなんか敵の大将。これがうちのボスですね。うちの社長です。これ社長です、うちの。ピンクがうちの社長、似てるでしょ。で黒が、敵の社長。おお、なんか前哨基地でショップが開店しましたね。あ、来ました来ました、うちの社長です。
はい、ということでね、全商基地を増やしてうちの社長が来たというところでね、今日は、終わりにしたいと思います。トライブ武器、おブーメランをゲットしましたね。あ、違うわ、ククリみたいなやつだ。はい、ということでね、バイオミュータントでした。次回もね、この続き、なんかね、適当に上げていくと思うんで、よかったら見てください。ほんじゃ皆さん、お疲れ様でした。またね。全勝基地の選挙において、お前が果たした功績を称えて、トライブに伝わる武器を授けたいという、トライブにとっても名誉なことだろう。ありがとう。やっほー、なんか武器取ったな。この武器はどうやってやるんだ？